はい、こんにちは、斉藤です。これを見たらですね、もう見終わった時にはバズるスタイルを作れるようなデザイン思考ができているので、ぜひ参考にしてみてください。はい、こんにちは、真の斉藤です。今日はですね、僕がこうデザインをスタイルをデザインをするときにこうバズるスタイルだったりとかを考えるんですけど、その時に僕がオリジナルでフレームワークを作ってるんですけど、それに当てはめてやると、これからの時代なんですけど、僕はたくさんいろんな美容師さんがいろんなデザインをこうデザインしていくと思うんですけど、その中でやっぱこうスタイルが埋もれやすくなってしまうと思うんですね。だからこそ、その中で埋もれないようにするためにしっかり今からどうやってデザインをしたら新しくデザインができるのか、もしくはこう他の人と被らないスタイルデザインができるのかっていうのは今日ご紹介しておこうかなと思います。はい、まずですね、このフレームワークっていうのがですね、手順がですね、まずお客様の課題、次にその連のお客様の悩みに寄り添ったデザイン制作をする、でデザイン制作をし終わったら次にこれはどうだったんだろうって分析をします。でそれを最後に課題、最後にその分析したものを最後に改善していきます。でその改善し終わったものにまたプラスアルファで何かをつけるっていう、僕はフレームワークをしています。だから、まずはお客様の課題に寄り添う、次にそれに合ったデザイン制作をしていく、次にそれをまた分析していく、次にそしてまた改善をしていく、でその改善したものにプラスアルファをつけていくっていう、このフレームワークですね。これを例えば僕がこう最近モメマッシュのスパイラルパーマを作った時のデザイン思考としては、まずお客様は前髪割れやすいっていう悩みがあります。で軽くしすぎちゃうとナチュラルの時は決まらないっていうこの思考があります。だから次に僕としてはその最近流行っている韓流マッシュっていう前髪が割れないナチュラルでも決まるスタイルをデザインしました。で、まあ、その分析した時にちょっとこれ中間でもっと少なすぎると結構重くなりすぎちゃうなっていうことで、表面以外のここら辺のボリュームをしっかり2ブロックを入れてすいてあげるっていうことでスタイルを改善していきました。でそのスタイルを改善し終わって、あ、このくらいの重さの素晴らしいいい感じのスタイルができたなって言ったら、最後にプラスアルファで、あ、じゃあ今までこういう重めの長めのスタイルってスパイラルパーマとかパーマデザインってなかったな、じゃあスパイラルパーマウェーブ系のデザインを追加しようっていうことで1個の韓流マッシュ重めスパイラルっていう、今すごく今も前から今までずっと人気のスタイルが生むことができました。はい、で例え次これが1個目の例えですよね。で次ですね、2個目、でこれも同じフレームワークに当てはめておけばいいんですけど、1個目お客様の課題、マッシュをやってる方が次にどんなスタイルをしたらいいかわからない、飽きてしまった時に次のスタイルデザインをどうしようかって考えました。マッシュの後に何のデザインをすればいいかわからないっていうお客様の悩みに対して、あ、そっか、じゃあってことはマッシュだから前はマッシュのまま後ろをウルフにしてしまう、だからそしたら前はマッシュ楽しめるし後ろはウルフのデザインをすることによってまた新しいデザインができるってことで、マッシュウルフっていうデザインを一回制作しました。でそのデザインを制作した後にですね、分析してちょっと襟足が長すぎるのとか、ちょっと後ろの後頭部のウエイトが高すぎるの、低すぎるの、じゃあちょっと上げてみようってことで、どんどんデザインをまた徐々に徐々に分析して改善していきました。で改善した時に結局その今日の YouTube の写真でもあるようなちょっと襟足かなり長めなくびれたマッシュルフを作ったんですけど、でそのデザインを作った後に、あ、じゃあこれにプラスアルファでインナーヘアのインナーデザインを入れてみようっていうことで、マッシュルフにプラスでインナーカラーのデザインを足しました。そしたらメンズでもこう新しいスタイルで、それもかなり人気になってみんなもたくさんオーダーしてくれるようになりました。なんでやっぱりこれからの時代っていうのは、ただやみこみスタイルを作るだけではなくて、しっかりこういうデザイン思考に落とし込んでお客様の課題から最後しっかり改善して1個のプラスアルファをつけるっていうところまでやることによって、他の方とはまた違ったようなスタイルのデザインができるのかなと思うので、ぜひこのフレームワーク簡単で今日も簡単にすぐできますよね。課題見つけてデザイン制作して分析して改善してプラスアルファをつけるっていうこのフレームワークを1個覚えれば、どん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 新しくバズるスタイルができると思います。まあ、これも考え方次第なので、しっかりこれに参考になったなっていう方は、今日だけじゃなくて明日からちょっとデザインするときに、あ、
客さんの自分のお客様の課題ってこういうことだな、悩みってこういうことがあるんだなっていうのを考えながらデザインしていくと、もっとお客さんのためになるし、プラスいいデザイン、新しいデザインができると思うんで、ぜひ試しにやってみてください。よかったと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。ぜひお願いします。あとインスタグラムとかでメンションしてくれるととても私は嬉しいです。ではまた。